沖縄の若者米軍基地を容認沖縄県と読売新聞によりますと沖縄県が昨年実施した県民意識調査で沖縄に基地が集中する現状を差別的な状況だと思うかとの質問に対して差別的だと思うと答えた方の割合が60歳代以上で60%程度でございましたが30歳代以下では 25%程度にとどまったことが明らかになりました。現状、日本に対するならずもの国家の脅威が増大しており、沖縄だけではなく、日本中に自衛隊などの基地を増やし、抑止力を強化しなければいけない状況に陥っております。まあ、そういった中で、沖縄から基地を減らしてしまいますと、二度目の沖縄戦が発生する可能性もございますので、 国民の皆様、よくしのくの強化にご理解とご協力をお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。